らがこの番組に出るとは思ってなかったのでちょっとおかしいんですけど、韓国でなんかこういう日本でね韓国のこういう番組ができてああいいなと思いましたし、バンドとして初めてなと思うんですけど頑張るよ頑張ってみます。じゃあね、ベラッパラですね、日本語素晴らしい、すごい。